それでは、鈴木千尋選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えてください。はい、いつも通りですね。この風邪ひかないで当日迎えれそうなんで、いつも通りって感じです。今回はライジンフェザー級王座、タイトルマッチということなんですが、それに関してやはりあと2日に迫ったという緊張感だったり、まあ、ワクワク楽しみ、どういった気持ちかを聞かせてください。特にタイトルマッチだからって言って特に変わってるわけでもなくて、本当にいつも通り普段通りな感じなんで、特に気負ったりとかしてないんで、アグレッシブな試合を見せれるのかなと思ってます。ありがとうございます。それでは改めてになるんですけれども、対戦する、王者クレベル選手の印象というのを教えてください。そうですね、やっぱなかなか穴が少ないですよね、欠点が。やっぱり打撃もそんな評価されないですけど、すごい僕はできると思ってて、で寝技もずば抜けてるんで、なかなか穴が少ないところなんですけど、まあ自分なりにそこを見つけてきたんで、まあそうですね、まあその向き合った時に出てくるのかなと思います。作戦考えても意味ないと思うんで。ありがとうございます。今回の試合テーマなどあったら教えていただきたいんですが。テーマは会場に雷を落とすことですね。みんなが総立ちするような試合をすることですね。ありがとうございます。それでは今回の、王座戦、ご自身でどんな試合の展開になるとイメージしているか教えていただけますか。まあ圧倒的に倒すか圧倒的に決められるどっちかだと思うんで、本当に極端に分かれている試合になるのかなと思ってて、だからもう俺はもう思いっきり打ち合いに行って、多分クレベル選手は思いっきり寝技に持ってくるのかなと思ってるんで、そんな感じだと思いますね。ありがとうございます。また今回の試合なんですが、ライジンの YouTube チャンネルが100万人達成したということで、YouTube で無料配信されます。普段ペーパービューをあまり買わないお客さんというかファンの方も多く見られると思うんですけれども、より多くのファンに見てもらうこの試合、どういったところを見せたいかも教えてください。そうですね、せっかくこう無料で見れるってことなんで、やっぱりこのやっぱ子供たちを主に見てほしいですね。やっぱり小学生とか中学生、高校生はやっぱお金がないんで、僕もそうだったんですけど、そういうこういう無料っていうきっかけあるからこそ、こうなんていうんですかね、格闘技プロになりたい人とか、こう悩んでる人とか、こう何かこう変えられるきっかけを試合を通して与えられると思うんで、そういう人たちに見てほしいですね。わかりました。ありがとうございます。それでは。お昼からは以上になります。東京ヘッドラインさんからご質問をお願いできます。お疲れ様です。じゃあ決着は基本的に1ラウンドでつくっていうふうに思ってますか。まあ、つけはベストだなと思ってます。長引けば不利だと思いますか。いや全くこの長なんだろうな、まあ、どんな状況になっても負けないって僕は信じてるんで、何でも大丈夫です。正直な話すると、自分のパンチに関してはジャストミートしなくても、例えばかするぐらいでも倒せるぐらいの自信ありますか。まあ砕く練習してきたんで、何でもどこ当たっても砕けんのかなっていう、倒せると思います。グラウンドに関してももうある程度しのげる自信というのはもうこの間のトレーニングでついていると思ってよろしいですか。そうですね、このそれこそゴミさんにこの桜の木を抜く練習を教えてもらったんで、まあ、桜の木よりは強くないのかなと思ってるんで、ぶっこ抜いてやろうかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。そうしましたら、事前に申請いただいております、オリコン茨城さんお願いできますでしょうか。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。お願いします。はい、ポリコンニュース、五十嵐です。よろしくお願いいたします。今もちょっと名前ありましたけれども、五味貴則さんと、ハードな練習されている動画が、ライジン YouTube でも公開されてたんですけれども、レジェンドとして一番強化できたところって、の選手、どこだと思いますか。まあ、それは間違いなく、この、チャンピオンになる
男の覚悟っていうか、このチャンピオンになるために必要なこの心構えですか、そこを一番学んだと思いますね。やっぱり犠牲なしじゃチャンピオンになれないですし、苦労なしじゃチャンピオンになれないんで、だからその、それを教えてもらいましたね。まあ、ここまで風邪ひかないで順調に来れたっていう話だったんですが、ここから試合までの2日間っていうのを過ごし方っていうのも、まあ普段の試合そんな変わりはないと思うんですけど、大事になってくると思うんですけど、なんかこういうところ気をつけたいとか、最後こういうところやりたいとか、こういうことをやっておきたいとかっていうのがあったりすれば教えて、あ、言える範囲で教えてください。試合前ですよ、ね、はい、ここから2日間です、うん、そうですね、この試合前にやっぱやらなきゃいけないことは、もう本当に感謝して、周りにこうやっぱりこう T シャツもズボンもそうですけど、スポンサーで協賛してくれる方々、あとジムの方々、練習やってくれた人、応援してくれる人、みんなにこうやっぱ感謝がなきゃリングに上がっちゃいけないと思うんで、それをやっぱ感謝をまずすることですね。あとはもう何しても変わんないんで、信じて自分を思いっきりチャンピオンになるんだぞっていうのを、そうですね、もう唱えるだけですね。まあ俺だって絶対チャンピオンになれば大丈夫だなっていうのをやれば問題ないですね。なんか計量後の食べ物とか試合前の前日とかのルーティンみたいなのなんか作ったりするんですか？まあでも自分は餅食べますね。はい、餅を10個ぐらい食べますね。はい、やっぱ昔から言うやっぱ力持ちってやつですね。力持ちでパワーボンドみたいな。そうですね。やっぱりエネルギーが必要なんで。ありがとうございます。今回セコンドは誰になりそうですか？セコンド、うん、はい、セコンドはもういつも通りの、パレスタラ長寿の代表の塩田さんと、あと時計先輩ですか、うん、暴走タコライズの時計先輩と、うん、あとは僕の体重ミッドとかいつも持ってくれてるチャーさんって体重取れないんですけど、それ僕含めて4人で勝負しますね。せっかくなんですか？あんまり鈴木選手関係ないんですけど、会場にクマが目撃されたんですけど、はいはい、なんかちょっと鈴木さんの口からファンだったり来場する方に注意を促してもらいます。そうですね、もう殴るしかないっすよね。普通にね。やっぱ同じこう生き物なんで、恐怖っていうか圧をかけた方がやっぱ強いと思うんで、こうやっぱ逃げたりすると、なんだ逃げてんのってこうのさのさこう仕留められに来られると思うんで、やるのかっていう風にいけば全然逃げると思うんで。はい、まあ、あとやっぱ普通にあったらまあ鈴とかですね、熊よけの鈴とか。あまあまあ一番ベーシック用意するのがベーシックっていう。はい、そうです。パンチ自信がない人は鈴持って、鈴とかこのスプレーとか持ってやればいいと思うんですけど、あとは近くに選手がいたらそういう人たちに任せればいい。問題ないですよね。100点以上のいや本当いるんですよね、熊。北海道は、はあ、まあ、来たら会いたいですけどね。ありがとうございます。その他会場でご質問よろしいですか？鈴木千尋選手の、はい、試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。